さプレゼントこれストックの仕上げも凍った時のままってことやのかな。そうですか。これこれ買った時のままっすよ、うん、まあまあええ感じやな。今は綺麗やけどもうちょっと使い込んでもうて。ああちゃんとここで割ってるな。このな中国で作ってんのにこのキクマスが入ってんのがもうすごいわ。なんかここも入ったんだね。あ、んでこれゼロしてくれた。考えてみたらこの位置関係やと多分奥の方が何かにつけて有利な気がする。下もこっちから降りたらもう先に上押さえられていけへんやろうし、こっちはこっちでさっきみたいな展開になると頭押さえられた。うん。でまあそういうなんかいつもと違うちょっとアンバランスなとこやとこっちが圧倒的に不利やんってなるやん、うん、すぐ変えると一日をとりあえず上上がってみよう。重いしちょっとしんどいけど、うん、さっきの逆手でバーって上がってこられるかどうかやな。逆にもう向こうはこもってまうかもしれない。まあそれもありえるかもしれへんけどな。でもまあ上行くのが有利やと思って来るかもしれへん、うん、メンツがどうやろうな。あ、ちょっと待って、うん、わしタイマーを。じゃあ行きまーす。おもろい家やな。どうやら上には来てへんな。引き気味のパターンやなこれ多分。あ、あか、向井君に美味しいとこ持っていかれたかも。上には来てたけど変な競争にはなってへんねんな。やばかった。まだいる？いる。まだ
中谷さんやな。幻想的。こんなとこから帰ってきた。いや、裏くもんと向こうやで、ね。もっと向こう、もっともっと。
やばい。よっしゃ。お、あ、取られたんちゃう。めっちゃ攻め込んでる思ったのに。よう敵やってよ、分かったねみたいな。やり見えですやん。あそこに隠れられたらどうしよう。急いでいた。うちの若いのお二人。